こんにちは、こんばんは、甘栗です。1ヶ月半も更新が空いてしまいましたが、私は生きています。なぜこんなに間が空いてしまったのかというと、東京である実況者さんと遊んだ帰りに、謎のもやっとした真っ黒の球体を見つけて、なんだろうなぁ、って触ってみたら、200年前の火星にタイムスリップしてしまったんですよね。そこから、令和元年の地球に帰ってくるためにタイムマシンを作らなくてはいけなかったのですが、タイムマシンを作るのに必要不可欠なパーツが見つからず、1ヶ月半もかかってしまい、全部嘘です。本当はゴールデンウィークに動画投稿を頑張りすぎた分、少し休みを取らせてもらいました。まあ、休み中もほとんどマイクラばかりやっていたんだけどね、その様子は生声チャンネルやツイッターで見られます。と、はい。休んでいた理由も話したことですし、早速本題へ移ります。今回紹介するのはこちらの家です。今回もシンプルながら特徴的な窓をあしらうことで、ただの豆腐建築とは差別化をしたデザインとなっています。コストも木材と白色コンクリートと、非常に集めやすいのではないかと思います。同じデザインの家を隣に複数連ねても統一感が出ておしゃれになると思うので区画埋めなどにもおすすめです。というわけで建築パートに行ってみよう。左手前に多くの木材を14ブロック積み上げます。続いて、それを奥に12ブロック伸ばします。私は動画テンポを良くするためにコマンドを使っているけど、皆さんは手置きで大丈夫です。続いて背面側に回り、木材の隣に同じ高さになるように白色コンクリートを積み上げます。そしたらそれを11ブロック伸ばします。90度曲げて正面側に11ブロック伸ばします。木材ブロックより1ブロック短い位置に来ていれば大丈夫です。続いて、こちらの白色コンクリートから2ブロック開けてジャングルの木材を3つ置きます。そして、そのジャングルの木材を上に14ブロック伸ばします。隣の白色コンクリートより1ブロック高い位置に来ていれば正解です。もう片方のジャングルの木材も同じ高さまで伸ばしましょう。続いて左側に移動して、多くの木材の隣、高さ7ブロック目の位置に白色コンクリートを置きます。そしたらそれを右側に6ブロック伸ばします。ちょうどジャングル木材にぶつかる手前の位置で止まります。今度はその白色コンクリートをすべて背面側に向かって4ブロック伸ばします。はい。続いて白色コンクリートの上にジャングルの木材を3ブロック延長します。すべて先ほどのジャングルの木材と同じ高さまで伸ばします。続いてここから背面側に向かってジャングルの木材を3ブロック伸ばします。続いてそこから2ブロック開けて、白色のコンクリートを2個奥の木材と同じ高さまで伸ばします。続いて下のジャングルの木材を背面側に3ブロック伸ばして、枠の内側を松の木材で埋めます。続いて、こちらの壁の1ブロック内側の位置に、黒色のガラスブロックを3つ置いて、白色コンクリートと同じ高さまで伸ばします。続いて、その窓の手前に植え付きの松のハーフブロックを置いていきます。今回の家の最大の特徴とも言えるパーツです。
オッケー。こちらの窓ができたら、少し左にずれてこちらの穴にも窓を設置していきます。同じように松のハーフブロックを置いて、これで全体の形がなんとなく見えてきましたね。続いて、多くの壁の上に多くのハーフブロックを置きます。同様に、ジャングルの木材の上にはジャングルのハーフブロック。そして、残りはクォーツのハーフブロックで埋めましょう。内側もすべてクォーツのハーフブロックで埋めます。単純作業なのでカット。はい。天井を埋め終えました。残すところは玄関周りだけとなりました。玄関部分に移動して、壁から3つ目と4つ目を壊し、その穴を3つ上に拡張します。続いてそこにダークオークのドアを2つ置いて、その上にダークオークの木材を4つ置きます。続いてドアの右、下から3ブロック目の位置に看板を置いて、住人の名前でも書いておきましょう。その下に石のボタンを置いて、動作用に額縁を置きます。BE の人は額縁はなくてもいいです。はい。というわけで外観は完成しました。ただ、このままじゃ内装が作りにくいと思うので内装も軽く整えていきます。まず、ここの部分が見えてしまうと汚いので埋めましょう。少しでも部屋を広くしたい方はカーペットで隠すのもいいかもしれませんが、今回はジャングルの木材で全て埋めていきます。続いて、窓が出っ張っていると違和感があるので、窓の左右を白色コンクリートで埋めていきます。こっちの窓の隙間もジャングルの木材で埋めましょう。オッケー。続いて2階の床となる部分を好きな色のブロックで埋めます。明るい雰囲気にしたければ明るめのブロックを、大人っぽい雰囲気にしたかったら暗めのブロックを使うと良いでしょう。今回は間を取って多くの木材を使います。そして、こちらの窓の部分ですが、このように床を埋めてしまっても構いませんし、縦に長い窓を利用して吹き抜けにしてみるのもいいと思います。お好みで好きな方を選択してください。あとはこの辺りに階段をつけて行き来できるようにすれば内装は作りやすいと思います。細かい内装などは自分の住みやすいように作ってみてね。はい。というわけで、これにて、おしゃれな家の完成です。というわけでいつものように使用例を見てみましょう。こちらの煙は早速 1.14 で追加された焚き火を利用しています。隣にレバーを隠すことでレッドストーンを光らせて火に見せたりもしています。人がいなくてこれだけの火が上がっていたらやばいですが、ゲームなので大げさなくらいがそれっぽいと思います。続いて2階へ。というわけで、今回はシンプルイズベストな感じのおしゃれな家を作ってみました。内装は少し狭めですが、このくらいのサイズ感の方がかえってサバイバルなどでも作りやすいと思うので、いいなぁと思った方はぜひぜひ真似をしてみてください。それと、投稿頻度についてなのですが、基本的に私はもともと不定期投稿というスタイルでやっているので、今回のように突然1ヶ月以上投稿が空くことも多いと思いますが、それが通常運行でもあるので気にしないでください。まあ、夏休みなどは私も時間が増えると思うので頑張りたいと思っているんだけどね。投稿されたら嬉しいなくらいの軽い気持ちで待っていただけると幸いです。それでは。